大王崎と大王崎灯台大,大王崎は、三重県島下王町なきりにある、太平洋の熊野灘と、遠州灘を分ける岬である。1927年に作られた、大王崎灯台のある城山から、なきり神社のある宮山までを指す。岬の付近に大王崎古墳があったが、消滅した。暗礁、岩礁が多く、伊勢の神崎、国崎の鎧、なきりだようなけりゃ、 良いと謳われたほどの航海の難所で、遭難する船が多く、店舗2年には積み木を横領するための偽装難破事件も起きている。この事件では、難破を偽装した船頭のほか、取り調べに来た役人を死亡させてしまった住民らが処刑された。役人の殺害に関しては、要求された賄賂を支払ったにもかかわらず便宜を図らなかった怨恨によるとする説と、 泥棒と誤認して取り押さえた結果の過失致死とする説がある。高野清伊勢神宮の謎や大王朝子では校舎の説を支持しており、また吉村明の主の丸子要選を校舎を史実とした上で小説化したものである。大王崎灯台はなきりの灯台とも通称され、2006年の時点で日本に14ある三冠灯台の一つであり、 なきりの重要な観光資源となっている。1998年に日本の東大五十千に選ばれた。明治期から畜佐総久小野筑境など多くの画家が訪れ筆を取った。昭和以降は、東大のある風景などを好む画家が多く訪れたことから、1996年に当時の島軍大王朝は絵描きの街を宣言した。小説では川口松太郎の 四人武蔵、田山家隊の南仙北馬の舞台となった。1912年には民族学者、折口忍が訪れ、稀び戸説の着想を得た。また1950年代から2007年末までに、小津安二郎監督の浮草など数本の映画が撮影された。南北朝時代から室町時代に、久喜四五代の居城となった泣きる城跡が城山にあり、ここを、 戦国大名の茎吉高誕生の地とする説がある。ゴールデンウィークにカツオ祭りが大王崎観光駐車場にて開催される。2013年は5月5日の11時から15時にカツオを使った郷土料理の振る舞いや木製のカツオを釣り上げるゲームが開催された。ありがとうございます。